はい、皆さんこんにちは。おはようございます。ワードです。今日はですね、2018年の7月の多分27日ですね。27日、時間は13時41分です。ワド監督と申します。よろしくお願いします。僕はですね、ふわっちと YouTube ライブというところで活動してます。今映画監督をやっています。今からですね、リスナーさんにご支援いただいた、アイテムの金額は25万円、あ、今日25日、ありがとうございます。今日は2018年4月の25日です。すいません、コメントで訂正いただきました。25日の、13時41分です。今からカメラを買いに行きます。映画撮影用のカメラです。で、今回買うのはですね、ソニーの α7-3 という動画に強いカメラを買いに行こうと思ってます。よろしくお願いします。叩かれてる最中、アイテムで、コメントで閲覧で応援していただいた、リスナーさん本当にありがとうございます。アンチはしね。はい、行きましょう。いやー、まさかね、今日買えると思ってなかったんで、本当お風呂入ってきましたよ。お風呂でもうピッカピカですよ。うわー、めちゃめちゃ嬉しい、ありがとうね。さっきの枠で花火大量にいただいたんですよ。すごかったっすよ、花火大量ですよ。大花火ファンタスティック、リスナーさんの負担20万円、半端ないね。いやー、めちゃめちゃ嬉しい。トリプル D さんいらっしゃい。いや、めちゃくちゃ嬉しいよ。いやー、すげーでかい買い物だな。ドキドキすんな。いや、すげードキドキする。いや、もうほんと夢みたいな、もうなんかここ最近苦しかったから。悲しみの米主さんいらっしゃい。よろしくお願いします。もしよかったらフォローしていってください。YouTube、Twitter、ふわっちの3点よろしくお願いします。いやー、楽しみだな。すげー楽しみ。はい、こんにちは。おー、高谷、久しぶり、元気？高谷会いたいね。高谷に会いたいな。バイク乗ってる最近？どう？いやー、楽しみだな。いやー、すげえ高級な買い物だからな、楽しみだな。ねえ、久しぶりだね、高山ね。さあ、せっかくの外配信なんで、電車に乗らずに散歩をしようと思ってます。配信も楽しんでいってください。おめでとう、ゆきさん、ありがとう、ありがとう。めっちゃ楽しみ。いいのかな、なんかすげえよな。いきなりさっき大花火ファンタスティックですよ、100発。今から花火投げますよっていうコメントがあって、おはいって言って、そしたらボン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 だよ。そう、そこまでカメラ変えるんです。応援してくれた方本当にありがとうございます。いや、嬉しいよ。今日買えると思ってなかったもん。まず第一歩目ですね。まあ、映画買ったからって映画が良くなるわけじゃない。映画は良くなるんだけど、まだ映画を作ってゴールなんで。違うな、映画を作ってスタートだね。ゴールでもあり、スタートでもあるんで。とりあえず、その、映画を作り終わって、ゴールでもあり、スタート。企画はゴールだけど、映画監督としてはそこでスタートなんで。頑張ります。すごかったよ。ツイッターに動画貼ってあるんで、もし、花火100発の瞬間見たい方は、YouTube をご覧ください。監督デビューはもうしてるかな。もう脚本も作り始めてるんで、脚本は前の枠を見ると見れます。脚本も作り始めてます。愛さんいらっしゃい。ワクワクだね。ワクワクだよ。みんな楽しんでってください。
いやーそうだよ、ともさんすごかったよ。みんなでびっくりしたもん。ってさあ、ちなみにさっきファンタスティック大花火100発は最高記録です。だから僕デイリー 2位ですね。現在僕デイリーランキング2位です、フワッツの。いやーすごかったわ、ぶったまけたよ。で申し訳ないのが、その花火師さん匿名で投げてくれたんだけど初見ですかって聞いたら、私初見じゃなくてフォローもしてますって追加で花火でもらってやべえこと言ったなと思って俺。映画の公開を YouTube でやるかどうかは今のところミーティングをして、さっき前枠でリスナーさんとミーティングしたんだけど、リスナーさんが一人すげえいいことを言ってくれて、ワドって今それ話す時期じゃないよ、お前映画撮るのか、まず映画撮ろうって、今それ話す時期じゃないって、アンチコメントじゃないんだけど、ズバッて匿名さんに言われて、いやさすがにそれだわと思って、ワド今俺から話し始めたの、映画 YouTube でやろうかなって言ったら、どうしようかって言ったら、ワド今それを話してる、お前はそれを考えてる時期じゃない、撮り終えてから考えろ、かっこいいよね、いやさすがにそれはそうだわっつって、反対意見だけどすげえ響いたわっつって、だから今ね、あの作ることだけ考えてます。ワダメいらっしゃい、金魚鉢いらっしゃい、ワダツ、いや嬉しいよ。でもね、一歩一歩だからね、でもこの一歩は大きな一歩だよ、間違いなく。暑いね今日も、セミがすごいよ。エルビンいらっしゃい。暑いね。俺ご飯食べたっけ、もう頭痛いよ。11時間ぐらい生放送やってずっと喋って脚本書いてたから頭めちゃくちゃ痛いですね。いやプチ神回っていうか、まあ神回だな俺の中では。いやだから誰が見てるか分かんないよ本当に。神様っているんだよ、誰が見てるか分からんよ、人生誰が見てるか分かんないから腐ったらダメだよ。もうそれを痛感させられた出来事だったね腐ったらダメだよ、腐ってるのも輝いてるのも神様は見てる、でも神様は誰か分かんない、神様は突然現れる、神様は現象だから、アーメン中三目風に言うとアメーンだよ。まあどちらかっていうと悪魔崇拝者だけど。アメーン、アーメーン。中三目も長いよね。もう10年以上やってあの閲覧すごいよね。心強すぎるでしょ、アンチ多すぎるもんね。いや今月まさか買えると思ってなかったな、カメラだけでも2ヶ月かかると思ってたもんな。いや嬉しいわ、嬉しいわ、
ニヤニヤが止まらないよ。すげえ。いや、思考は現実化するだよね、本当に。あと小野陽子の言葉を思い出すね。小野陽子、誰かと一人で見る夢は夢でしかない、でも誰かと見る夢は現実だ。名言でしょこれ。あの、俺の大好きな言葉なの。小野陽子さんの言葉なんだけど、一人で見る夢は夢でしかない、でも誰かと見る夢は現実だ。だから俺と一緒に同じ夢を見てくれてる人がいたんだね。映画見てみたいっていう。熱いよね。今入ってるよ、25万。僕が買うカメラはですね、ツイッターの方に紹介してあるんで、もしよかったらツイッターいいねボタンを押してください。今から買いに行くカメラツイッターにあります。25万入ってる入ってる。いやー、ドキドキするね。あとね、あの、いろいろと他に、あの、必要機材も買おうと思ってます。カメラとレンズだけじゃなくて。レンズはとりあえず標準のレンズ買うんだけど、あとでもう一個追加することに絶対になりますね。レンズは三つは必要なんで、広角と単焦点レンズと、まあ、今回、あの、使い勝手が良さそうな安い標準のズームレンズ買おうと思ってます。関ちゃんありがとう。ぜひぜひ、ツイッターいいねボタンを押してください。この多分ね、放送のツイートの1個前に買うカメラの機種は書いてあります。あとでね、ツイッターでこのカメラ買いましたって報告はしますね。カメラおめでとう。みーすけありがとう。みーすけもありがとうね、応援してくれて。みんなありがとうね。いや嬉しいよ本当に。お店の前にみんな集合だって。強盗する気。ね、あのさ、歯とか首動かす理由ってみんな知ってる？あそこに歯とかいるじゃん。で、首動かすじゃん。あれってね、あの、目が悪いからっていうかね、目を、あの、目の焦点を合わせるためにやってんだよ。ソニーの α7 でミラーレスって邪道って言われてるものなんですよ。そもそもカメラ業界で一眼レフで、絶対に、あの、普通のがいいんですけど、ミラーレスっていうのは邪道だって言われてたんですけど、あの、なんていうのかな、ソニーが今回 α7 が今バカ売れしてるんですよ。で、多分今後ミラーレス業界、要は一眼レフはソニーが食うって言われてる名機種ですよ。これは化け物機種ですね。で、あの、もう店員さんと何度も相談したり、プロのキャメラマン3人ぐらいと、あの、リアルで会って相談したんですけど、絶対間違いないって。25万で一番パフォーマンスがいいし、僕も買いたいぐらいですっていう人が多かった。だからね、ソニーの α7、ちょっと、デビュー機には、花火ありがとう！花火ありがとう。デビュー機にはね、ちょっと、贅沢な品だけど、頑張ろうと思ってます。ソニーミラーレス。まあ、今回ね、メインで使うのが動画。で、写真もね、キャノンとかと比べてみたんですけど、僕はあの、なんていうのかな、シャープな感じの、あの、こう、陰影がクッと、キリッとしてる絵が好きなんで、コントラストが強いというか、カッとしてる絵が好きなんで、やっぱりキャノンとか丸い映像になるんでね、オレンジがかった。精密気配ですね。映画どこ行けば見れるの？今はまだそれは、あの、検討中です。いや、これはね、あの、もう、25万達成したら必ず買うって約束してたんで、はい。貯金はしません。もうすぐに買いに行くっていう、これリスナーさんに証明するためにですね。貯金はしません。あれ、森達也監督か。え、森達也さんかな。あれ、森達也監督かもしれない。え、あれ、森達也さんかな。違うかな。え、顔めちゃめちゃ似てた。森さんかな。映画監督かもしれないですね。
え、森達也監督じゃない？顔めちゃめちゃ、目めちゃめちゃあったんだけど。え、いいわ。シャイだから。お腹すいたな。結構ね、東京新宿とかだと芸能人ポンポン見るけど、ねえ、ちょっと もし本当に森達也さんならちょっと激アツだね。芸能人パンパン歩いてるからね。いやー、たむたむありがとう、応援してくれててすげー嬉しいよ。すげー、まあ、一歩一歩だね。一歩一歩買って終わりじゃないから。いやー、わかるわかる。俺も取説全部読む派。攻略本は読まない派だけど、取説全部読む派。パンフレットずっと眺めてたもん。もう4回通ったかな。4回カメラ屋さんに通って、うん、すげーテンション上がるよ。森達也だね。ゆきすけさんいらっしゃい。森達也盛り上げてこうっつって、いやいや何もできないって、全然ずっと応援してくれてんじゃん。そんなことないよ。気分上げてこうぜ。ご飯食べようかな、腹減った。これお好み焼き何時に食ったっけな。森達也さんは映画監督だね。フェイクっていう映画とか、あと A っていう映画とか撮ってる。森達也監督で出てくると思うよ。ツイッターとかに、ツイッター出てくるんじゃないかな。結構あの有名なドキュメンタリー監督の。お好み焼き食べたの深夜か。何食べようかな。ご飯何食べよう。今日風強いよ。今日でも涼しいね。東京涼しい。そうなんですよ、映画監督ですね。あのサムラゴーチさんの映画撮った人、あとオウム真理教の映画撮った人。チキンケバブキーマライスクー、すぐそこだね。あー、3時か4時くらいか。いや、マジでテンションガチ上がりっていうか、本当に今夢の中じゃないかなって。本当に苦しかったから、なんか最近叩かれすぎてたし、あの言わなかったけど、便所さんとかドレさんとか鮫島さんに叩かれたの結構ショックで、俺の中で。なんか映画なんか詐欺だろうとか言われたりとか、仲いい人に言われるとすげえ傷つくの。でも悔しいからさ、絶対言わないでおこうと思って、またなんか炎上してさ、言い合いになったら嫌だから喧嘩を避けてたの。でも俺の中ではすごいストレス溜まってて、のんちゃんとかしてんだけど、結構もう幻聴とか幻覚とか聞こえてて、なんかあーとか、もう一人でなんかお好み焼き焼いてあーとか言ってたり、なんだよとかずっと言ってたの、放送中に。寝つけない夜がね結構あって、すげえ苦しかったの、ここ最近。ちょっと嬉しいね。そう、なんか知り合いに詐欺詐欺って言われて、なんか悲しいよやっぱり。なんか別に便所さんとか鮫島さんとかドレさんを攻撃したわけじゃないから俺。なんでこんなこの人たちに叩かれんだろうって思ったもん。しかも鮫島さんとかドレさんとか便所さんって結構協力してる人間じゃん。捨て頃も出たし、なんか企画鮫島さんとかにプライベートに呼ばれても絶対行ってたしさ、なんで味方は敵なんだっていう。どれ以外ネタなのかな。そう
すごい落ち込んでて、イラ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 してて、でまあそこのリスナーさんとかも叩きに来るじゃん、乗っかって、あーありがとう匠さん、ありがとうありがとう。なあ大変だよね。まあそれが生放送だからあんまり文句も言えないしね、そういう世界の分かってやってるから。でも結構内面的に傷ついてて、そう、あリスナーさんがそう乗っかってくる、要は弁当太郎さんが言ってる冗談とかを真に受けて本気で叩きに来る人とかもいるから、それが辛かったね。すげえ。でもまあね、その分応援してくれる人がいるからありがたいよね。報われた。うわすげえピカピカだ、ピカールで磨いてるんだ。どうせならさ、カメラ買う瞬間収めたくない、カメラになんか配信の許可取れたら取るよ。高い買い物だから記念に残したいよ。そう思わない？なんかカメラを買う瞬間撮りたくない？カメラを買う瞬間、うん、それそんなところない。寄り目だから。和道は本当は寄り目じゃないとかもう意味わかんないでしょ。寄り目は演技とか、いやガチだから寄り目はガチだからそこじゃないんだよ。映画を詐欺っていう方をやめてほしい。そんな寄り目のフォローとか今まで求めてないから、むしろキャラ潰しでしょ。買う瞬間ね、あのなんだろう、今日配信許可が出たらあの撮りますよ。うん、立花組さんね、約束してたの。もう俺の性格上やめたって言っちゃったらダメだから、引き返せないように一個一個買って消化していくねって。じゃないと証明にならないし、逆に買ったらちゃんと機材購入してるんだっていう証拠出せるから、信用ないからそれは約束してたの。うん、まあ、またなんか言う、まあ領収書とカメラ出したらいいだけだけど、俺記録に残したいんだよね、カメラを買う瞬間を、うん、まあ別にあの何もしてなくてもなんか言われる世界だから、そこは気にしなくていいよ。ラテンもさ、もう慣れてるから、何もしてなくても叩かれる。どっちにしろ叩かれることは避けられないから。いやガチの寄り目だよ。え、これなんだけど、いやこれはもうすぐ買いに行くっていうの約束だったからね。え、ガチムチ鳥文鳥ないの？これめっちゃめっちゃ欲しいな。これの文鳥ないのかな。文鳥あったら即買いだったんだけど。今フィギュアすごいよね、レベルが。57 PC 買ってた。いや分かんないよ、お店によると思うよ。ちょっと入り口のところで店員さんに聞いてみる、うん、おいたんラブさんいらっしゃい。もしよかったら皆さん、Twitter、YouTube、ふわっちのフォロー3点 YouTube、ふわっち、Twitter のフォローよろしくお願いします。3つフォローお願いします。あれカメラ感どこだっけな。買う瞬間撮れるかな。量販店だね。ちょ、配信許可さえね取ればね全然全く問題ないから。ちょ、カメラの入り口のところでちょっと聞いてみるわ。配信許可取るわ。ちょっと音切りますね。配信許可取るんで。
今ちょっと上司に確認を取っているということで。ありがとう、たむたむ。ありがとう。すい。ソニーアルファ望遠レンズ150万だって。すごいね。150万の望遠レンズとか出るんだ。今ちょっと確認を取ってもらってます。すずめさんコメント消して。それはマナー違反でしょう。それはダメでしょう。よろしいですか、わかりました。じゃあカメラ切ります。はい、在庫が今、はい、在庫ない、はい、マジっすか。もしよければあのご注文は。あ、そう、あ、じゃあ大丈夫です、他で買います。ありがとうございます。在庫ないんで。マジか、昨日本当にあったのにな。マジか、どうしようかな。マジかよ、在庫ないって。ダメダメ、そういうのは。俺もあの変な嵐配信とかするつもりないからさ、うん、いいよいいよ、すずめさん。在庫、いや人気だからね、どうしよっかな。マジか、たまたま売ってなかった。買うカメラ決まってるよ。ポイントどうなんだろうな。ちょっと飯でも食うか。買うカメラは決まってる。ツイッターにも発表してます。飲み物買うわ。いやバカ売れしてる今。いや別館っていうかね、この辺はカメラ専門のがあんの。まあ言えるけどヨドバシカメラなんだけど、ポイントでかいね。飲み物買うわ、とりあえず。いやー、いつ行っても在庫ありますって言われてたんだけどね、今日に限ってないんだね。ヨドバシの他の店ってどっかあんの？新宿ってヨドバシある？ヨドバシ他にあったっけ？いや楽しみだから、せっかくだから歩こうよ。多分ね、でかいね、買い物だからね、ポイント稼ぎたいから取り置きでっていう対応になると思う。いや、多分ね、25万でかいから、アルファ7買うと必ず店員さん普段名刺配らないのに名刺切ってくるから、多分、うちで取り扱ってくださいっていう。そう、探し配信にしようよ。まあでも、せっかくいただいたね、お金だから、有効に使いたいよね。まあこれも醍醐味じゃん、配信の。他に店舗あったっけな、ヨドバシ。ケビ、アイスコーヒーです。ヨドバシドットコムで在庫確認できる。あ、いいよいいよ、大丈夫。ありがとうね、井上さん。東口行くか、じゃあ。東口行こう。ケッピー。店舗の在庫確認。いや、そう、ネタを潰さないでくれ。配信のネタを潰さないでくれ。それね、レンズキットじゃない、ボディだと思うよ。それボディって書いてあるでしょ。俺が買おうとしてるのレンズキットだよ。
最終的に秋葉か。でもなんか今日買いたいよね、この流れで買いたいよね、せっかくだから。なんかここでなんか買わなかったらなえる気がする、リスナーさんが。だって10万投げたってことは今日買ってよっていう合図だと思うんだよね俺。そう、金の問題じゃなくて気持ちの問題もあると思うから。そうそう、今秋葉の方がいいかな。今朝っていうか何時頃、さっきだよ、もう1時間ぐらい前かな、1時間半前に大花火ファンタスティック出発だから100発合計。買い物勢い大事だよね、特に家電は。もうパソコンとか家電とかはキリがない、スペックがどんどん上がってくる。秋葉一回東口行こうか。どっちにしろこの店舗戻ってこないといけないんだよね、パーツ買わないといけないから。あ、有楽町でかいんだ。いやー、マメさんやばいよ。いや、びっくりするでしょ。だって俺ふわっち2年やって最高記録だよ。だって花火今から投げてもいいですかみたいな、投げますよみたいな、花火行きますみたいな普通のコメントだったんだ。だから、ああ、いただきたいっすっつったら、まさかファンタスティック100発だと思わないでしょ。だって閲覧110人ぐらいだったのが170人ぐらいまで一気に増えたもん。許可出なかったのもそうだし、今在庫がないって言われた。新宿量販店いっぱいあるんだけど、俺調べた限りではヨドバシが一番安くて、で俺ヨドバシ採用いいからヨドバシに金落としたいんだよね。そこの店員すごくいいんだよ。匿名さんではないけれども、なんつうの、匿名でチェックボックス入れて、だから誰が花火しかは言えない。まあだからそこはリアクションで察してください。僕の放送はツイッターに貼ってあるんで、動画花火100発動画見れますよ。ツイッター見てきてください。見たい人は、見逃したっていう人は僕のツイッター飛んで、多分ね、上からのツイート3番目ぐらいに動画が貼ってあって、もうクリックしたらその瞬間が見れるようになってる。設定してあるから、時間設定したから。もう1店舗行ってみよう、ヨドバシ他の店舗行ってみよう。でもね、多分ね、ここカメラに一番強い有名な店舗だから、ここでないってことは多分向こうもないと思う。のえ、ヨドバシだよ俺買うの。これヨドバシ、俺ビッグ苦手。ヨドバシが新宿は対応クソ良くて、特にここの店舗行きつけだから、本当はここで買いたかったんだけどな。ヨドバシ行こう、ヨドバシ。やっぱどこに金落とすかって結構重要だからね。俺もビッグ苦手だね、ヨドバシが好きだね。はいっす。吉祥寺に、吉祥寺遠いよ。お、閲覧200人超え、ありがとうございます。いや、今日涼しいね。今日は汗かいてないね。ちょっと暑いぐらいで、風が強くて涼しい。今日ね、東京は今日涼しいよ。今日何度ぐらいなんだろう、新宿。異常に温度低いね。暑くない。いやー、でもこういう時に限って売ってないっていうのが俺っぽいよね。俺の持ってない感じが出てるよね。
手に入ったらそのままいじり倒すっていうかね、もう正直言うと俺起きてからもう11時間もう脚本書いて、今日ずっと脚本書いてたので、喋り、まあいつもの通り喋り続けてんじゃん。で頭がね、もう花火で騒いだ時ぶっちゃけ血管切れそうなぐらい頭痛いのよ今。だからね、多分ね、もう帰って寝ると思う今日は。飯食ってもうちょっとね、あの頭が結構喋ってんの大変なんだよ。このペースで12時間喋るのって結構大変だよ。だからね、明日いじり倒す。寝てないね。まあまあ起きてからずっと脚本書いてて、脚本5ページ書いたかな今日、うん、あとはまあいろいろ雑談したりとか。最近夜放送することが多くてさ、夜中朝方寝るっていうサイクルだから、まあいじり倒したいけどね本当はね。タバコ吸います、喫煙所なんで。寝てないっすね。寝てないのは問題ないんだけど、その12時間喋り続けて放送やるっていうのは結構大変。ありがとうございます。東口あるといいね。本当は西口で買いたかったけど、応援してくれた人本当ありがとうございます。いや嬉しかったね。でもまさか今日だとは思わない、今日だとも思わないし、まさかリスナーさんが20万円はたくとは思わなかったじゃん。1分でだよ、びっくりしたよ。だからね、デイリー2位だよ今俺。この今ね、ふわっち戦国時代でデイリー2位瞬間的にも慣れてるってやっぱ幸せだよ本当に。今デイリー2位でしょ俺。いやありがたいよ本当に。いや上にいたね、枠切った瞬間に上にいた、なんか14万ポイントの子がいたから、多分その子が上。アマゾンが一番安いっちゃ安いけど、配信的に面白くねえかなと思って、うん、安さで言ったら価格 .com だとに、でもねレンズキットがないんだよねネットだと。いやー誰が見てるか分かんないよね。今2位だね。放送的にちょっとないよね、まあ、ちょっと割高5000円か6000円割高になっちゃうけど、それだけの価値があると思ってるこの放送には。うん、できればね買う瞬間も放送回したいけど、ちょっと許可が出るかどうか。てかアルファ73在庫あったのにな、2日前。いいんだよ、金持ってる時はやっぱ経済回さないと。安ければいいっていう考え方俺間違ってると思うから、少し割高でもいいんだよ、それで給料もらえる人がいいんだから。経済回すんだよ、困ってない時は回す。困ってる時は節約大事だけど、節約って考え方良くないよ。みんな頑張って日本で働いてんだから、日本メーカーが開発してるわけだし。
そうそう、ボーナスだからっつってファンタスティック花火ももらったよ。しかも20発だから今日すげえもらってるよ花火。今日はすごいね。あれなんかレンズ暗くなったな。なんかめちゃめちゃ暗くなってない？映像暗くなった？なんでだ？なんだ認識がおかしい。なんか暗くない映像大丈夫？治ったか？江戸っ子つうかさ、俺本当に思うんだよ、あの節約節約節約とか、金持ちが金使わなくなったから日本経済おかしくなってるわけじゃん。だから別に普通に売って安く売ってんだから量販店も、そこは雇用のためサービスのためいいでしょ。私配信的にさ絶対買ってる瞬間っていうか、この買い物配信って大事だから、まあどうでもいい日用品とかアマゾン全然買っていいと思うんだけど、やっぱ日本経済に6000円分貢献するって言ったら6000円投げ銭するのと同じなんだから、それは全然いいことでしょ。俺も投げ銭で食ってんだから。駅前ホームレス増えたな。暗くなったよね急に。駅前ホームレス増えたな。暑いからすげえ風呂入ってない匂いが半端じゃない匂いが。時々止まんないよね。逆光だからレンズに光が入ってないだけか。あ、これなんだよね、そのオートフォーカスとかその光量とかが自動だから iPhone で映画が撮れるって言ってるやつバカだと思うんだよね。こういう自動調整とかこういうのをいじるのがその一眼なのよ。こんなさ iPhone でさこんな逆境補正とかこんなんになるのってさ映画なんか撮れるわけないじゃんね。ちょっと考えたら分かることなのにね。この光の量と距離感とぼかしとさ遊ぶのがさ映像なのにさ、 iPhone 撮れるって言ってるやつ撮れよな、責任取って見てやるよ。見て評論してやるよ。散々バカにしやがってね。映画のね脚本もね結構書いてるから、もしよかったら見てみて。なんだ曇ったな。え、なんだこれ、なんだ、え、なんだこれ、卑怯者たちムカつくよな。なんだろう、あれなんだこれ、なんだこれ、あれカメラがおかしいな、なんかボケてない、なんだこれ、蒸気かな。なんかすげえぼやけ、頭の中に脚本あればいいと思ってた。台本ないと無理。治ったよね。暑い。ついてるね。
あれラビっていうのはあれこれってヨドバシじゃないのか。ラビって書いてある。ヨドバシじゃねえやこれ、別の店舗来ちゃったよ。脚本ない、自分の脚本ですら無理だった。いやカメラの前で上がっちゃって無理だったから、俺が無理だったら他の人無理だよ。1分のシーン撮るのに相当だもん。これ山田か、これビッグカメラです。あったあった、ヨロマシ。あるといいね。はいこんにちは、錦さんいらっしゃい。ヨドバシ2軒ある。今ね東口アルタ前に来たね。アルタ前に来た。マジで夢見てるみたいだよ。夢のようで。いやーなんかもう感慨深いね本当に。配信長くやってるけど、やっぱりね、いつもピンチの時に誰かが助けてくれるんだよ。ヒーローケンザン、ヒーローケンザン、ヒーローケンザンって言ってヒーローが現れるんだよ。花火投げる時はヒーローケンザンって言ってくれ。ヒーローケンザン、ヒーローケンザン。どんなカメラ買うのかはね、僕のツイッターで報告してあるので、もしよかったらツイッターいいね押してください。ツイッターで報告してます。カメラの機種はそちらをご覧ください。暑いな。もうそろそろ着くね。すいません、はい、ソニーの一眼レフのカメラってこちらで売ってますか？ソニーカメラですか？カメラ向こうです。こちらの建物の1階です。 ありがとうございます。いや今日そんなに暑くないね。ちょっと放送許可取るんで。
放送許可いただきました。お願いします。はい、ソニーの α7 の3のレンズキットで、はい、価格っていくらぐらいですか。税込みで24万。はい、はいはい、これですよね、はい、これが標準レンズになるんですか。あ、こちらで、はい、ポイントが 10% 還元はつく感じで、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ買います。メモリーカードですか、はい、液晶画面の保護フィルムですか、はい、あとはレンズを守るフィルターなどが別売りに、フィルター、はい、ほうほうほう、 どういうものなのか、初めて一眼レフ買うので教えていただいてもいいですか。 あと保証ってどんな感じ。保証はメーカーさんの方から1年間ついておりまして、はいはい、2年目以降5年間以内に、はい、自然故障で1回限り、修理代金がヨドバシに負担できるという5年間の延長保証というサービスでございます。はい、それは無料なんですか。5年間 5% のポイントで5年にできます。はい、というサービス。なるほど、わかりました。はい、はい、メモリーカードと、はい、あと液晶、まあ、画面に傷がつかないようにする、はい、透明のフィルム、はい、レンズに、はい、メモリーカードってこれ 12,800 円じゃないですか。これってなんて言うんだろう、なんか他とかだともっと安いネットとかだってイメージがあって、これって何が違うんですか、この値段が高いっていうのは。はい、データの読み込み速度も書き込みの速度と違いまして、はいはい、まあ、撮影した写真を、まあ、再生する時などもそうなんですが、はい、撮影して次に写真を撮れるようになるまでのタイミングが早くなります。これって、メモリーカード買わないで撮影することっていうのは不可能なんですか。そうですね。なるほど、メモリーカードは必要になります。はい、例えばこちらの機種ですと、はい、動画をメインで使おうと思っているんですけれども、はい、これですと安いタイプですと、はい、書き込み読み込みの速度が、はい、遅い、遅いカードがございまして、はい、撮影中に、はい、まあ、フリーズする可能性があったりですとか、はい、あとは撮った動画がカクカクした駒落ちしてしまう可能性がございます。さっきのサンディスクの最高級のやつだとこれですよね。これ、こちらが、はい、あ、同時購入だと安いんだ。はい、30% の割引ということで、これソニーのカメラじゃないですか。でソニーのメモリーカードで、はい、ソニーの方でもお使いいただきます。そんなにこっちの方がいいんですか。全然書き込みの速度はかなりこちらの方が、どれくらい違うもんなんでしょうか。ソニーさんのカードですと、はい、大体10メガから15メガぐらいの、はい、まあ、秒間 の、はい、その処理速度というのがあるんです。はい、読み込みのスピードは90メガでほぼ変わらないんですが、はい、書き込みの速度が7倍から8倍ぐらい。7倍から8倍ぐらい、うん、なるほど、どうしようかな。なるほど、まあ、はい、あのネットの方でも、まあ、購入はできる、はい、ほうほう、なるほど、保護フィルム と、メモリーカードが必要なのと、あと先ほどあのなんかレンズが、レンズの、はい、はい、買うとここに対抗するあのレンズのフロント部分に、はい、収納の際に取り付けていただくキャップ、キャップ、はい、はい、は付属でついてる、付属でついてる、はい、はい、キャップを外して撮影中に傷とかが入る、はい、まあ、事故を防ぐための、はい、透明のこのままつけたまま撮影ができるガラスの、まあ、保護プロテクターというのが、はい、プロテクター、はい、はい、これはメーカーソニーなんですか。プロテクターはソニーもございますし、まあ、あの何種類かメーカーさんの方は、例えばソニーの純正のやつで在庫があるものだといくらぐらいする。純正、あ、ちょっと確認して、はい、お願いします。はい、誰かカメラ詳しい人いる。メモリーカードってどう思う。とりあえずキャメラだけ買う。なんかメモリーカードだけでなんか1万2000円とか1万4000円するって書いてある。ちょっと予想外なんだよ。1
1万4000円すんだね、メモリーカード。すげえな。なんか128ギガで1万円って書いてある。ね、ソニーのやつだと、2万するって90Mbps 以上で2万って書いてある。メモリーカードいいやつ買うべきなんだ。これ出費でかくなるけど買った方がいいのかな。日本経済がどうこうってうんちくたれてたけど、それアマゾンじゃダメっすか。映像だから絶対必要なのね。148ギガのサンディスクかソニーで、サンディスクだと同時購入だと 30% 引きだって。14,980円で買える。21,400円が 14,980円で買えるって。買った方がいい。ここでサンディスクのこれな、なんだろう、2万円のやつ買った方がいいかな。フル HD320分って書いてある。そこはヨドバシで買え。分かったよ、買うよ。アマゾン甘え。分かった、ヨドバシにお金落とすわ。分かったよ、分かったよ。言わなきゃよかったな、さっき。そうだよね、単価切っちゃったもんね。お金落とそう、ヨドバシカメラに。サンディスク一択 OK。 サンディスク、ちょうどカメラと同時購入 30% 引きだからかなり安いと思うので、 10% 還元もつくからここで買うわ。サンディスク一択ね。 OK、 じゃあこれ買う。24,100円の14,980円で買えるって。これ128ギガでいいの。いや、じゃあさっきね、 B ちゃんね、単価切っちゃったんだよ。ヨドバシカメラ好きだから金落とすって。やっぱもろもろかかるでしょ。はい、ソニーなのか、はい、5140円、はい、5640円って書いてます。こちらが、はい、まあ、ソニーさんよりちょっと、はいはい、ガラスの、まあ、材料が良くて、はい、フレームの、はい、あのガラスの取り付け部分の構造が、はい、新しくて、はい、歪みがなくて、はい、解像度が高くてムラがない、はい、フィルターは同時購入 10% 引きで、ちょっとこちらの、これも 10% になるんですね。お安く、はい、あ、なるほど、はい、ソニーの純正のはなかったんですか。在庫純正のも、はい、ございます。純正のはいくらぐらいですか。いや、5140円。あ、じゃあ変わらないんですね、はい、で こっちのメーカーの方がいい。はい、あ、わかりました。あと、はい、わかりました。あとこれも買えって言われたんで、あのこれの、そうでございますか、はい、ここで金を使えってすごい言われて、はい、あ、じゃあこれも同時購入で、でこのレンズも同時購入で、ありがとうございます、はい、かしこまりました、はい、予備バッテリーもいる。予備バッテリーっていくらくらいですか。予備バッテリー、はい、すいません。お前ら店員さんかよ、商売上手だな。ちょっと待って、予算足りるのか。なんかすごいソニーの純正のよりもいいやつがあるって。ここで金落とせ。分かったよ、めちゃめちゃ金高い買い物だからね。リスナーのせいにするな、すいません。サンディスクの、サンディスクの128ギガ、90Mbps かなの一番いいやつ買います。24,100円のやつ買います。カメラバッグも買うの。バッテリーは8100円。ちなみに、動画撮影って標準のバッテリーって何分間撮影ができるんでしょうか。大体1時間分ぐらい、はい、あ、1時間取れる、はい、じゃあ予備バッテリー大丈夫です、ごめんなさい、はい、あと必要なものって何かありますか。もう全くの初心者で、あとはここにいただきますと、はい、バッテリー1個と充電器と、首から下げるストラップ、ストラップ、はい、と先ほど申し上げたキャップ、はい、キャップ。カメラバッグってあるんですか。あ、別売りってことですか。別売りだと大体いくらぐらい。あ、すいません、カメラバッグいる。いや、思ってたより金かかるな。まあそりゃそうだよね、映画用のカメラだからね。値切れるから値切れ。
5000円とか6000円とかですかね。そうそう、なるほど。ちょっと安めのもので。3500円ぐらい。なるほど。ちょっとじゃあカメラのバッグすいません保留で。あと、写真を撮るときに自撮りをしたいんですよ。キャメラバッグ必要。ちょっと待って。自撮りをするときにリモコンみたいなものってあるんですか。そのカメラを向けてピッて撮影する自分を撮るときに。ございます。はい。それ標準でついてるもんなんですか。標準ではついてなくて、はい、リモコンの方も販売はあるんですが。はい。動画ですかね。写真も動画も両方ともなんか撮れたらいいなって思ってるんですけど。写真だけでしたら、はい、あのソニーさんのフレイメモリーというアプリがありますので、はい、アプリと連動してアプリの方でカメラのスマートフォンで。じゃあ大丈夫です。はい。照明も変え、どうしよう。とりあえずカメラと今、レンズの保護レンズみたいなやつとメモリーカードの 128GB レフ版集音マイク。ちょっと待って、予算が合わない。とりあえずそれで大丈夫。標準お願いします。標準的なやつで大体それでいくらぐらいになってますか今。はい。あと領収書もお願いします。はい。ちょっと待って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 、何でも買わせようとしないで。破産するから。予算限られてるから。カメラ掃除メンテナンスキットが必要なの。扇風機は関係ない。扇風機はいらないでしょ。まあ、集音マイクの、まあ、まとめて買うから安くならない。いや、あの、なんだろう、 30% 引き、メモリーカードは 30% 引き、あとは 10% 引きで買える。スタビライザーって何？映画は外部マイク必要なの分かってる分かってる。ブロワーって何？いやいや、そんな予算ないよ。25万しかないんだから。マイクはちょっと別で買うよ俺。すいません。はい。あ、どうぞどうぞどうぞ。はい。はい。変わらせていただきます。はい。ありがとうございます。ご丁寧に。はい。あの値段の方も書いてありますので、はい。はい。よろしくお願いします。あ、許可取ってる。許可取ってるよ。俺はマナー守るから。さっきの店舗ダメだったけど、ここの店舗は OK だった。監督用の帽子は持ってる。かき氷機は買わない。でもキャメラバッグ必要かな。キャメラバッグ、おはよう、ラフィールさん。スタビライザーは今のところいらないかな。今のところ、スタビライザー今のところいらないですね。っていうか予算がない。もう予算がない。俺店でやがる人嫌いだもん。偉そうにする人。バッグは風呂敷でいいの。安くてもケース買っておいた方がいいよね。ただね、ちょっとね、在庫多分向こうの西口の方が多いから、そっち側で三脚のパーツとか買うから、そっち側で買うよ、配信外で。おー、ミポタンいらっしゃい。バッグと三脚のパーツは向こうで買う。達成しました。はい。今日今朝、アジャさんいらっしゃい。今日ね、あのファンタスティック大花火で20万円分のアイテムいただいたんで、大花火100発、はい、あと普通の花火が、28発ぐらいもらった。お願いします。こちらです。はい。ポイントカードは、はい、持ってます。ちょっと一回あの映像変わります。ちょっと待ってください。全てご一緒の会計でよろしいですか。カメラ、はい、カメラだけ別会計 でこちらにポイント当てていくような感じです、はい、あ、いやいや、両方とも同じ会計にした、はい、あ、どうしよう、
はい、あ、全部一緒の会計でいいです。でよろしいですか。はい、大丈夫です。あ、はい、映像切って。いや、だ、あ、合計いくらですか。あ、今計算しますね。あ、はい、お願いします。これで、はいはい、いただきます。合計で26万6146円。あ、はい、それも割引後の価格になってますか。はい、あ、了解です。はい、お願いします。ご一緒でよろしいですか。はい、ご一緒で。全部が 10% 引きなんでしたっけ。こちらが 10% オフで、こちらは 30% 引きです。これが 30%、はい、これは 10% ですか。あ、こちらはそのままです。あ、そのままなんだ、はい、割引にならないんだ。これはそうですね、はい、ちょっとごめんなさい、読み込めないので。読み込めない、はい、あの、ごめんなさい、これでちょっと手持ち、これ、はい、番号だけ、はい、こちら26万6146円。ポイントのご利用はいかがなさいますか。ポイント保留でいいです。はい、ちょっと待ってください、すみません、はい、握らないのはお金落とすって単価切っちゃった、日本経済に貢献するって単価切っちゃったから。値切らない。こちらです。はい。これで、はい、お願いします。あ、飾らせていただきます。はい、します。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、
とこちらお返し4円と領収書でございます、はいはい、領収書の名前をひらがなで和道、はい、はい、で、漢字で監督でお願いします。和道監督さん、和道監督で、はい、こちらで、はい、はい、あれこれ領収書印税収入印紙って大丈夫ですか。はい、もう申告済みですので、こちらでそのまま、はい、これこのままでいいですか。はい、ご利用いただけます、はい、わかりました。延長保証とかはいかがなさいますか。延長保証ってメーカー保証が1年ですか。そうですね、メーカー保証が1年で、はい、本体価格の 5% 分いただければ、はい、ご利用だけは1回だけなんですけれども、はい、今日決断しないといけないところですよね。1週間以内であればご登録いただけます、はいはい、内容としては、はい、落っことしたとかそういう話なんですけれども、はい、普通に使ってて、まあ、液晶がつかないとか、はい、音が聞かないとか、そういった内容に関して、まあ、はい、こういった形でですね、我々の方で、はい、修理券を、地図だけ、ボタン電池で欲しいんですけど、保管させていただきますというものになります。みんな、メーカー保証が1年なんだって。で、延長が 5% 分で、延長があるって書いてあるんだけど、どう思う？みんな、どうする感じ？1週間以内だったら加入ができるっていうけど、家で考える今じゃなくて、ちょっと1週間じゃ検討します。しました、すいません、はい、これ入れといてください。あ、じゃあその時に領収書とポイントカードと、ね、はい、お持ちいただければ、はい、分かりました、お金できますので、保証延長した方がいい？延長した方がいい？ 1 年後何か起こる？延長した方がいい？ 5 年つくんだけど、時間が経つごとに何十パーセント何十パーセント必要なの？ 1 年がメーカー保証無料保証がついてて、5年間プラスするには、要は2万4000円ぐらいかかるんだよ。俺は正直いらないかなと思うけど、いる？で、落とし車とかの物損はダメだけど、中の電源とか精密機械だからいる必要。ごめんなさい、やっぱり入ります。あ、ありがとうございます。すいません、みんな入れ入れって、はい、いらない、入ります。無料で、はい、はい、ありがとうございます。すいません、ポイントカードだと、はい、先ほどの領収書、領収書、はい、あれ今データってないですか。あ、必要な、あ、そうか、そっちからか、はい、保証はいる、入ろう。え、2万、はい、1万何ポイントってことですよね。1万2000円分ぐらいってことですよ、ね、5% なので、はい、ソニータイマーが怖い。あ、それいい、いいね、ソニータイマーね。1万2000円。あ、じゃあ入ります。はい、はい、で、1年間だと、このメーカー保証 で、ね、2年目以降からの保証が切れた後にご利用いただけるようなものになります、はい、はい、2年目、1年から2年 80% で、4年からで 50% 保証。これは修理額の 50% ってことですか。お買い上げ金額の 50% です。あ、なるほど、なるほど。この場合は12万5150円までは最低でも我々の方で負担させていただきます、はい、いいですね。あ、じゃあ絶対入ります。はい、はい、すいません、ポイントカードをご提示いたします。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、映像切ります、すいません、めんどくさい。いい、ラジオで、これちょっと読め、この前読めましたよね、はい、あ、読めました、はい、はい、ありがとうございます、はい、
領収書はこれ引っ込めちゃって大丈夫ですか。はい、あ、はい、はい、こちらの延長の保証金額12,251円ポイントでいただく形でよろしいですか。現金で払うこともできるんですか。はい、あ、じゃあ、どうしようかな。それ現金で払ったらその分もポイントつくってことです。発生はしないんだ、はい、どうしよう。ポイントでつくっていうことは 10% つくじゃないですか、カメラがついて、はいはい、でそこから12,500をポイントを引かれるってことですか。そうですね、はい、どうしようかな。あ、じゃあポイント引いちゃってください。ポイントからご利用で、はい、ではこちらの延長の金額は全てポイントから頂戴いたします、はい、お願いします。ブロワーって何ですか。あの、なんかブロワーを買えってすごい言われてて。あ、清掃用具のことですね。あの、こういうゴムで風を起こすようなものなんです。ポイントで買った。これはちょっとお店使ってるんですけど、こういう感じで風を起こして。これいくらぐらいするんですか、ブロワーは。ピンキリです。あの、一旦まとめてからちょっとご案内さ、はい、させていただきます。はい、処理受付の際はですね、あの、全国のヨドバシカメラでご利用いただく、あの、はい、受付はできまして、はい、こちらの延長保証の書類とメーカーの保証書と、あとポイントカードをお持ちいただければ、はい、あの、お受付できますので、はい、よろしくお願いいたします。こちらが延長分の領収書になります。延長分の領収書ですね、はいはい、あ、これもじゃあ、ひらがなで和道、はい、和道監督でお願いします、はい、ありがとうございます。今日のブロワーとあの、その、はい、別用具、はい、お疲れ様です。はい、あの、素材とかでもそうなんですけど、はい、でこういう形で種類がありまして、はい、持ち運びとかであれば、はい、こういう小さいのとか、はい、で ご自宅で別にされるものは、まあ、はい、ちょっと大きめの方が風が多く出るようになっているので、はい、大きめの方が風が強 いそうですね、はい、なんかプロとかはどれ使うんですか。大体大体としてはこの辺が多いですね、はい、手に収まりやすくて、はい、あ、じゃあじゃあプロ用で、はい、はい、お願いします。フォワットはよろしいですか。クロスとかクロス、はい、はい、あの、まあ、画面拭いたりとか、はい、レンズ拭いたりとかですね、ちょっとまあフィルターとかつけてらっしゃるんで、はい、汚れが直接レンズにはつかないんですけど、はい、やっぱり何らかの形で、はい、まあね、レンズにしがついてしまったとかっていう時に、まあ、はい、こういうクロスで拭いてあげれば簡単にメンテナンスとかできるんですけど、プロはどれ買いますか。そうですね、大体まあ、はい、この辺のこのマイミクロディアっていうのが長く作られてるので、はい、あ、じゃあプロのサイズはどうしましょう。プロは大きいサイズ買うんですか、小さいか。好みによりますね、なんとも言えないですけど、大体は経験でこの人プロっぽいなって思った人はどれ買いやすいですかね。そんなに大きいのは使えないと思うんですよね、大体 S くらいでいいと思うんですけど、あ、じゃあ S でお願いします、はい、お色どうしましょう。お色、赤はないかな。あ、じゃあ赤で、はい、大体はこれぐらいがあれば問題ないかなというので、はい、じゃあこちら、はい、お願いします。でまた先ほど、はい、
あなんだこれ、すいません、はい、これって、はい、今日買うカメラの、はい、なんか今日買うカメラのなんか、はい、すごい詳しい本とかが欲しいんですけど、これですか。これはあくまでレンズだけです。レンズの種類がソニーの、はい、そうですね、E マウント用のレンズのレビューが載ってるものになります、はい、ソニー以外の他のE マウントって何なんでしょうか。レンズのこの取り付ける部分、はい、マウントっていうんですけど、はい、それがこういうミラーレスのソニーの場合は E と呼んでるので E マウントです、ね、じゃあ今日買うやつのレンズが90本掲載されてる。そうですね。じゃあこれください。こちらも、はい、はい、なんかあとアルファ7用のそういう本ってありますか。アルファ7用、はい、アルファ7はじゃあこの本買えばレンズいろいろ勉強できるってことですね。そうですね、はい、分かりました、はい、それ買います。じゃあそれでいいです。とりあえず、はい、はい、バックはバックごめんなさい、多店舗ごとに申し訳ないんですけど、西口の方が種類多いですよね。バックだけのフロアがあります、ね、はい、ですよね申し訳ない。バックそっち側で買う。いや、予算がない。iMac Pro 買えない。すみません、たびたび申し訳ないです。はい、すみません、はい。ちょっともう一回カード出すんで、画像を切り替えます。すいません、もうこれ現金で払います、はい、ポイント追加しちゃってください。かしこまりました、はい、はい、ありがとうございます、はい、こちらは3,114円でございます、はい、4,114円。あ、そうですね、和田監督です。ありがとうございます、はい、はい、ワードツ。もう一回買ったやつ何か、本とレンズとあと保証書も中に入ってる、はい、こちらで、はい、わかりました、はい、もういいか。すいません、ありがとうございます。はい、先ほどの方にもお礼言ってください。ありがとうございます、ありがとうございます。購入しました。
購入しました。リスナーさんありがとう。購入しました。やったー。撮影許可もちろんもらいましたよ。もちろんもちろん。ありがとうございます。いやめっちゃ嬉しい。ありがとうねみんな。やったー。うん、ありがとうございます。買っちゃったね。合計いくらかな、27万いかないくらいでした。淀橋っすね。歩いて帰ろうか。いやーマジか。いやマジか。ありがとうございます。リスナーさんみんなありがとう。ありがとうねみんな。ありがとうございます。購入できました。27万円ぐらいかかりましたトータル。これからでもバッグ買うんで、バッグとあとバッグと何が必要って言ってたっけ。とりあえずバッグだっけ。なんかバッグおすすめとかありますか、どういうの買った方がいいよみたいな。ありがとうありがとう、めちゃめちゃ嬉しい、うん、帰ったら今日はねもうね14時間ぐらい配信やってるんで頭痛いんで寝ます。今日は明日いじる配信やります。次はねマック代じゃないね、次はレンズ代ですね。はい、まあ、マックにしようか。次は70万円のマック買いたいんで70万円のマックをこじります。三脚はね2本持ってるから大丈夫。次は iMac の70万円のパソコンこじるんでよろしくお願いします。いやめちゃめちゃ嬉しいよ。ありがとうねリスナーさん。ヘルツのバッグは今つけてる。ヘルツ、うん、ヘルツのバッグは持ってるよ。いやめちゃめちゃ嬉しいわ。ありがとう。いやめっちゃ嬉しいわ。めっちゃ嬉しい。ありがとうね本当に。すげえ嬉しいわマジで。でかい買い物だな。いやあの映画合計300万円かかるんで、タバコ吸いましょう。レンズも全部こじります。はい、僕はこじきなんで。いやあのマイクもこじるんで大丈夫ですよ。タバコ吸おうか。いやーすげえな、買っちゃったよ。ソニーっすね。買った機種はあのツイートにツイッターに書いてあるんでツイッター見てください。ありがとうございます。ニヤコありがとう、応援してくれててありがとうね。サンキュー、ありがとうタムタム。いやめちゃめちゃ嬉しい。めちゃめちゃ嬉しいわ。おいアナラッキーいらっしゃい。いや本当だねゼロさんね。みんなはドラえもんだかんね俺の。ありがとう花火、ありがとう花火、ありがとう。これは生活費にさせていただきます。ありがとうみーすけ、ありがとう。ありがとうございます。みんなは ATM じゃないです、ドリーマーですね。ドリーマー、俺はビリーバーズ。何のカメラ買うかはね、あの僕のツイッターにツイートしてあるんで、もしよかったら見てください。僕のツイッターのね、多分2段目にね、機種書いてあります。いや、
途中でその波になった感じ。皆さんもしよかったらふわっち YouTube、Twitter フォローよろしくお願いします。生活費は大丈夫ですよ。生活費用の花火もらってるんで。いいよ、別に損乗りしたかったら損乗りでも。損乗りでもいいよ、別に。別にいいよ。いや、めちゃめちゃ嬉しいわ。めちゃくちゃ嬉しいわ。ありがとうね、リスナーさん。生活きついっすよ。あー嬉しいな。監督レベルが上がったね。監督レベルが上がった。監督レベル上がったよ。めっちゃ嬉しいな。うわ感動だわ感動。だぜ、ありがとう、本当にみんなありがとうね。応援してくれた人ありがとうございます。うん、朝なんだ、どうすかアルファ、いいすか。すげえ悩みに悩んでもう2ヶ月ぐらい追いかけてたんで、フォローありがとう、フォローありがとうね。 Twitter と YouTube もフォローしてください。いやめちゃめちゃ嬉しいよ。お腹すいたな。ありがとうございます。本当に応援してくれてた人。あ、あとね、アンチの人にも言いたいことがあります。死ね。ありがとう。応援してくれてたファンの皆さん、ありがとうございます。アンチに言いたいことは死ね。以上です。いや、めちゃめちゃ嬉しいよ。こんな大きい買い物初めてだもん。うん。生活困ったら売りますよ。はい。もちろん。速攻売ります。いいんだ、ミラーレスソニー大正解だよね。うん、いや嬉しいな。超嬉しい。頑張ります。ありがとうエルビン、応援してくれてありがとうね。さてご飯何食べよっかな。いやカー君めっちゃ嬉しいよ。こんな高い買い物なかなかできないもん。すげえ嬉しいよ。すっげえ嬉しい。どうしようかな、カメラのバッグどうしよう。映画撮ります、映画。うわマジか。いやー嬉しいよ、嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。いやーそうそう、やばいわやばいわ。ちょっとカメラバッグ明日にしようかな。カメラバッグでも言った通りだったでしょ。うちだったら予約できますよってこんなに近くの店舗なのに言わなかったでしょ、西口のヨドバシカメラ。だから高い店舗だから、あの営業マンのポイントになるから嫌なんだよ。だから今から あそこのカメラ屋さん行って、あの1000円のパーツ買いに行きます。朝コラボ出てませんでした。僕は出てないですよ、舞さん。いやー超嬉しい。そうそう、アイテムありがとうね。いやーめっちゃ嬉しいな。バッグは今日はいいかな。バッグは選ぼう、カメラバッグ、カメラバッグ選ぼう。ご飯行こうね。
ちょっとね、でもね、あのパーツを買うタイミングで俺あの配信切るわ。向こうの店舗はあの配信許可出なかったから、うん、向こうの店舗は配信許可出なかった。だからあのまたさっきの店舗行ったら配信切ってそれで飯食います。僕目が寄ってきてる。疲れてるからだよ。疲れると本当に目が寄るの。俺掃除用具買ったよ。プロ用クロスと、あとなんだっけ、クロスとね、なんか息吹きかけるやつ、シュッシュって買った買った。あとレンズ、マウントレンズの E マウントってやつのレンズ90個みたいなの買った。あとレンズのカバーとレンズのレンズとレンズ用レンズと、あとなんだっけな、あ、手袋も買った方がいいのかな。あの白い手袋。あと何買えばいいんだろう。今ってタイムラグありますか、リスナーさん。手挙げてみて、のって書いてください。9秒か、ラグないね。うん、いやー嬉しいわ、ありがとう。みんな最速9秒かな、最速9秒。ありがとうみんなの。あとはバッグだっか。とりあえずバッグか。でもメモリーカード2万円はびっくりしたよ。こういう世界なんだね。サンディスクのメモリーカード買ったんだけど2万円もするんだね。びっくりするね、2万円もするんだ。やば。やっぱそれはしょうがないよね。でもね、暑いな。メモリーカードね 30% オフだったから実質 14,980円だった。ぐるぐるして何言ったんってどういうこと。何ぐるぐるして何言ったんってどういうこと。え、たむたむどういうこと。ぐるぐるして何言ったんって何。え日本語が分かんない。たむたむどうしたの。ぐるぐるして何言ったんって何、どういうこと、どうしたの。たむたむぐるぐるして何言ったんて何。あっち暑いね。いやもう今アンチコメント全く聞かないわ、無敵だわ。あのスーパーマリオでいうとこのスター状態だから。てんてんてんつてんてんつてん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 、128GB っすね。サンディスクの 128GB 14,800円でした。あ、ぐるぐるしてなんでのなのか分かんなかった。タイムラグを測りたかったの。タイムラグ疲れると目が寄る傾向にありますね僕は。うん、あの疲れてる時はあのあれですね、ペヤングさんのアットマーク110125ってワンワン大丈夫っすか。ペヤングさん、アットマーク以降が110125なんですけど、恥ずかしいんでやめた方がいいっすよ。まだやってるんですかワンワンさん、そんなこと。
爆笑なんですけど、アットマークワンワン01125ってワンワン未だにそんなことやってんすか？変わらないっすね、ニコ生時代から。大丈夫っすかワンワン？ワンワン大丈夫？2年前もそれで大恥かいたよね。いやいや、ペヤングさんのカッコの中身がアットマークワンワン01125って書いてあるんですよね。で、ニコ生時代、ワンワンがアンチコメ書いてたのバレて大恥かいたんだけど、いやいやいや、大丈夫ですか？いや、もう前科ありますからね、ワンワンは。いや、ニコ生時代、ニコ生時代もこんなことずっとやってて、バレたんですよ。恥かきますよ。捨て垢ですか？まだアンチコメント書いてんですか？偽アカウントで。ありがとう、まーさん、ありがとう、ありがとうございます。いいよいいよ、エルビン、ワンワンはほっとこ、ワンワンはほっとこ、エルビン、ワンワンはほっといていいよ。おめでとうございます。ありがとうございます。応援してくれた方ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとう。暑いな。ご飯何食べようかな。カレーにしようかな。もう買った。もう買いました。サソリさんいらっしゃい。暑いね。うん、ラーメンか。ラーメンにしようかな。ラーメンにしようかな。生活できなくなったらそれは売るでしょ。みんなだって車とか家とか売るでしょ。生活できなかったら売るよ。お嬢いらっしゃい、応援ありがとう。カメラ変えたよ。お嬢ありがとうね。叩かれてる中応援してくれてる人ありがとう。すげえ嬉しいよ。じゃあ皆さん、僕カメラ館に着いたんで今日の放送はこれで終わりにします。明日ね、開封枠やろうと思うんでぜひ見に来てください。いや、ダンボさんめっちゃ嬉しいわ、めっちゃ嬉しいわ。じゃあここで放送終わりたいと思います。お疲れ様です。皆さん今後とも応援よろしくお願いします。Twitter と YouTube と、ふわっちの3点フォローよろしくお願いします。お疲れ様でした。